どうもダッチョです。進めながらでないと決まらないことが多いのでゆっくり進んでます。キャビンと荷台部分の作業が済みましたね。ルーフとシーピラーを延長し居住スペースを拡張します。歪み対策のフレームも作ってあります。これリアガラスはうまくはまるんでしょうか。タイヤハウスもきれいになりました。そしてなぜかヒッチメンバーがつきました。まあ何も引っ張んないと思います。荷台の床には燃料タンクが上から収まります。荷室床面も鉄板を張りました。ドア部分は溶接して埋めてしまいます。リアサスをどうするか検討中ですが、下回りの作業も進んでいます。下回りやタイヤハウス内はシャーシーブラックが吹いてあります。他の車から流用した燃料タンクの燃料ポンプ、これも再検討です。インジェクション用のポンプでキャブにガソリンを送ると燃圧が高すぎるためです。ちなみに映っているデスビは間違えて発送されてきた123イグニッションで、これなぜか4気筒用が届きました。内張りもどうするか決まっていません。パワーシートとウィンドのスイッチは申請することになります。ヘッドライト部サビすごいですね。左側は無事でした。ラジエーターのファンも交換しないとなりません。ラジエーターは似たような大きさのものを探すことも考えましたが、再生することになりました。いろいろ外したので、クーラー取り付けのための採寸をしています。ヴィンテージアにしようか、それ以外の汎用のものをつけるか検討中です。はい、今回もご視聴ありがとうございました。励みになるのでチャンネル登録といいねお願いいたします。